どうも、マキノンです。今回なんですけども、今回ね、愛知県最大級の市場にやってきました。そして今回はね、昨日一日中土砂降りだったんですが、意外にも結構船が出てくれたみたいなので、今回もそれなりに期待できるかと思います。なのでね、今回も僕と一緒に最高の市場巡りを共有できたら嬉しいです。そして僕の動画では、毎週魚市場の最新情報を日本一わかりやすく配信してますので、全国いろんな市場の最新情報をいち早く知りたいよって方いましたら、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録お願いします。それでは今回も市場の早速行きましょう。これ何っすか、これメバル？メバルだよ。あ、メバルか、なんかあんま見んすよね。え、何よ。あー、おだす。あ、おだす、後で行きます。はい、おだす、おだす、おだす、脱走してますね。早いなぁ。いや、こういうタコがいいよね。パワーがみんなで。あ、出す。でもこの気温がずっと続きゃいいけど。そう。いや、もう嫌だ。嫌だ嫌だ嫌。雨嫌だ。あ、出す、大将。ちゃんと閉めてあるし。やっぱ慣れた人だね、これ。
もう2杯あったんだけど売れちゃった、ま、マジで売れちゃったんすか。安いね、確かに。綺麗な色、うん、こういうのがいいっすよね、やっぱり。しかも綺麗に並べてくれたの、やっぱこの店最高やな、ね、まあ、さばく練習にはちょうどいいっすよね。安いし、美味しいし今50円か。お姉さん、安いな、これ。安定の高級な松釜カレー。でも久々ですけどね。確かに、確かに出るときは結構見ますけどね、うん、結構高級ですもんね、他行くと。ここだと割と安いけど、個人的にめっちゃさばきたいな。でも結構さばきすぎてるかな。バイガイも出てきて、シャコも結構最近出始めてきたもん。ねえ。そうだ、この前やばいの。どんな魚買ったんすか。魚？そもそも。え、うん、西浦でさ。うん。その西浦でさ。うん。ああ、カタンカメだ。うわ、めちゃめちゃ多い。メータカレー200円。うん。下着なんで。なんかこれ、全部で。ケルさんと借りたんだ。ていうか、バカでかいでしょ、これ。これが500円はちょっと安すぎるな、これ。塩味入らないですか。大丈夫。
紫色に、うん、いいな、いいなおやっぱ今しか買えんすもんね。いや、いいな、しかも大量に買ってるわもう、て、おだすあら、おはようございます。あ、今日まだ手ぶらっすね。僕はハマグリ持ってますよ。500円ね、はい、ありがとう。どうもやっぱ今赤イカがよう取れるんですかね。しかもめちゃめちゃいい個体、めっちゃうまそう。これ赤っこ狙ってるんですか。今日は何狙うの。え、ありました。ありますよ。嘘、見てないな。でも今日マダイがなんか今のところ見ないですけど、今日ないのかな。マダイしかないのかどうか自分で捌くのに確かにって。やっぱり自分でさばかないと。僕が言っちゃなんないけど、てか今になってなんかいいイサキが出始めましたね。今になっていいイサキが出始めました。あ、イサキ、ね、これ島根の。こんな種類の干物をスーパーに売ってないですもんね。これは市で市場ならでは。ただいまで、今日も市場でのたくさんの方お声掛けさせていただきます。そして今回はようやくタコが脱走する時期になってきました。外の気温もだいたい24度ぐらいで、僕自身もかなり動きやすかったです。ただ今日はちょっと魚が少なかったんですが、ちょうどいいサイズのハモの生け締めや結構大きなイサキがたくさん販売しました。イサキもまだギリギリ美味しい時期だと思うので、ぜひ市場で見かけた際は最速で購入してみてはいかがでしょうか。そして今回僕自身裏ミッションがありまして、妹の子供が生まれて100日ってことで、池の天然マダイとめちゃめちゃでかいハマグリを購入してきました。なのでね、ぜひ皆さんもお祝い事がありましたら、贅沢に市場で豪華な食材買ってみてはいかがでしょうか。はい、ってことでね、いつも僕の動画を見てくれてほんとによろす。これからも僕の動画では毎週魚市場の最新情報を日本一わかりやすく配信してきますので、市場の最新情報をいち早く知りたいよって方いましたら、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな。